ああ、君か。さては、式典への招待を受けてくれたのだな。ありがたい。心から歓迎しよう。君にはぜひ立ち会ってもらいたくてね。先日の支給派ゴータン省の聖兵による教皇庁立てこもり事件は覚えているな。結果として人質の少女をヴィゾー・ブニルが助けることで人々にドラゴン族との融和の可能性を見せることができた。その可能性を確固たるものにすべく、改めてヴィゾー・ブニルら青龍の眷族と和平の契りを交わす式典を開くことになったのだ。君や暁の協力によって開かれた可能性をこうして次につなげられて、私も大変嬉しい。無論青龍の眷属と和平の契りを結んだところで蛇竜の一派が動けば戦わざるを得ないだろう。だが少しでも多くの国力を高度復興と混乱の収束に当てることこそ真の変革になるのだと確信している。すまない、大丈夫だ。怪我も治りきっていないのに荒れ切りすぎるなとルキアから釘を刺されてはいるのだがな。立てこもり事件以来同じ過ちを繰り返さぬよう、私は多くの民の意見を聞いてきた。不安を汲み、できる限り最善の施策を提案してきたつもりだ。その甲斐あってか最近では地球派の声も収まっている。だからこそやっと式典にこぎつけることができた。ありがとう。君は主賓に等しい存在なのだ。くれぐれも遅れないで来てくれよ。式典の開催場所は人の領地と竜の領地の狭間、クルザス西部高地のファルコンネストと決まっている。現地ではルキアが準備を仕切っているはずだ。到着したら声をかけてやってくれ。あ、すまない。最後にもう一つ。式典が無事に済んで落ち着いたら、ぜひ君と杯を交わしたい。もろもろの礼も兼ねてな。
らっしゃいませ。よかったら空いてるお席にどうぞ。外は寒かったでしょう。式典を祝してサービスするから温まってくださいな。お料理は少しお待ちくださいね。何せ大にぎわいなものだから準備が追いつかなくて。みんな平和の兆しが見えて嬉しいんだわ。ずっと戦いばっかりだったから。私だって少しでも式典開催を後押ししたくて、いても立ってもいられずにここで働かせてもらってるんです。恋人をドラゴン族との戦いで亡くして、とても悲しい思いをしたから。戦いが終結に向かい始めるのが嬉しくて。あら、もう眠たくなってしまったんですか。ずいぶんお疲れだったようですね。まあ、あれだけ大きなことをなせば当然か。そうでしょう。竜の背に乗り凱旋した旧国の英雄さん。しばらくお休みになっていてください。これ以上余計なことをしなくていいんです。全部お前のせいだ。ごめんなさいね、お恥ずかしいところ。ここには息子たちが眠っているの。勇敢にドラゴン族との戦に出てみんな行ってしまったわ。お気持ちはとてもよくわかります。そう、あなたも戦で大事な人を亡くしたのね。ここに来ると泣いてしまうと分かっていても、なんだか来ずにはいられなかったの。例の真実が明かされて、近頃のコートではドラゴン族との融和がしきりに説かれているでしょう。それは素晴らしいことだと分かっているのだけれど、どうしてでしょうね。人と竜の和解が進むほど、戦に散った息子たちのことを忘れろと言われているようで、寂しくて悔しくて。信頼のおける同志はこれだけか。ドラゴン族との融和政策に反対する者も少なくなったものだ。
方があるまい。アイメリク卿が提案した政策はさも最良に見えた。利益のみで道を選ぶ連中は皆並行して突き従おうよ。だが俺は違う。今でも竜に殺された兄弟が夢に出ては竜を許すなと言うんだ。あいつらが浮かばれるまで戦いを続けたい。そもそもこれまでの歴史が嘘であったというのなら、融和の先に掲げられた繁栄も本当かどうか怪しいものだ。融和に前向きなドラゴン族などこの千年間現れたことがなかったのだぞ。劣勢を悟った竜がアイメリク卿を騙したに違いない。でも融和を望む機運はもはや私たちに止められるものではなくなっています。今度ファルコンネストで行われるという竜と和平のちぎりを交わす式典、それが無事に済めば行く末は決定的となるでしょう。それなら式典を阻害すればいい。私はやります。この命でみんなが戦う意志を取り戻すなら十分です。おいおい、起きろ、目を覚ませ。大丈夫か？少しばかりまずいことになった。ともかく外に出るぞ。融和という偽りの安息を拒み立ち上がらねばならない。思い出せ、竜に腹渡を食いちぎられた親類よ。思い出せ、戦地に旅立ち二度とは戻らなかった友を、恋人を。この地が悲しみに凍ることなく巡っているのは、奪われたことに怒り戦い続けてきたからだ。イシュガルドの民、その強さは竜との戦いのみに生きる。おい、何を突っ立ってる。早くあいつを止めろ、早く。はい。事実を消していく。民はまた騙されて都合よく使われるだけだ。民を戦場へと導き、我々から愛しきものを奪っておきながら、のうのうと融和を解いて復讐の機会さえも奪おうとする。クソくれ。戦だけが、竜との戦いだけが唯一の希望なんだ。我々から、私から、
もう生きる理由を奪わないで。何してるんだよ。殺せだなんて俺は一言も。しかし違う。俺が命じたわけじゃない。本当だ。俺はただ本当にそのつもりじゃ。Thank you.
嘘だろ、なんでこんなに傷ついて。おい、オノロは？エマネラン様、母、元気になられたんですね。よかったです。はい、元気だよ。俺はいつだって。それよりお前どうしたんだよ。申し訳ありません。式典のお客様たちが口々に帰ろうとおっしゃったもので、どうにか止めようと思いまして。はい、だけど僕の頼み方が悪かったのでしょう。皆様とてもお怒りになり。バカ、それはお前のせいじゃなくて俺の。大丈夫ですよ、エマネラン様。旦那様やアルトアレール様、皆様がやろうとしていることを僕は信じています。あの女性が言ったように、悲しい記憶は消えませんし、悩みを抱くことは多いでしょう。でも踏み出した先の明日はきっと楽しい。それを教えてくれたのは、僕を散々振り回したエマネラン様じゃないですか。オノロ、落ち着け。気を失っただけだ。早く暖かいところで手当てしてやるんだな。くそ、なんで、どうして何もかもうまくいかない。変革を進める兄貴たちも、さっきの反対派の奴らだって、本音は幸せに笑っていたいだけだろ。なのに漏れなく全員不幸面だ。俺は一体どうすりゃいいって言うんだよ。うんざりだ。誰か代わりに正しい道を選んでくれ。誰かに判断を委ねるのは構わない。だが、その生き方を選んだ結果は、必ず自分の周りに返ってくるぞ。お前に何がわかる！英雄の一味で、自分で何でもできるお前に何が！何でもなんてできるものか。俺は自分が一番大事にしていたものすら手を差し伸べることもできずに失った。だからこそ死ぬ気で歯を食いしばってここに来たんだ。どれほど痛もうが終わらせたくないものが今の俺にはあるからな。